はようございます。キリキリラジオスピンオフ企画、朝絞り吸引ニュースをお送りいたします。夏メロキウイです。今日は2023年3月15日水曜日です。令和4年分確定申告期も最終日となりましたね。キウイはなんとか終わったといった感じです。さて、本日のトップニュースは母音の色です。先日、ランボーについて友人と話す機会がありました。ランボーをご存知ですか？フランスの詩人、アルチュール・ランボーです。彼の作品に母音というものがあります。有名なので知ってる方もいるかな。黒い A、白い E、赤い I、緑の U、青い O、 母音たちよ、僕はいつの日かお前たちの秘められた誕生を語ろうと始まり、それぞれの母音について詩が続きます。この朝絞り吸引ニュースでも以前共感覚について言及しました。このランボーも共感覚の持ち主だったのではないかという説があるようですね。皆様、文字に色がついて見えたりしますか？今日という日が皆様にとってカラフルな一日になりますように。深夜帯の皆様もカラフルな夢を見てください。